岡田監督、佐藤を絶賛。逆転で連敗を止めた阪神、岡田彰布監督は、結構、初回から戸郷が飛ばしている感じあったので、何とかワンチャンスあるかなと思っていた。彼も2アウトランナーなしですから、大きかったですねと打線を称えた。先発の才木が初回に5連打を浴びて2失点。本人も初めてだと思うんですけどと危ぶまれる展開だったが、6回に佐藤輝の逆転スリーランなど四球を挟んだ5連打で一気に4点を奪い、試合をひっくり返した。劣勢の中で逆転勝ちしたのは大きいと思うし、帰ってきたんで、今日の勝ち負けはすごく大きいと目を細めた指揮官。直接対決ですけど、一戦、一戦、勝ちを積み重ねていくしかない。今日勝ったのは大きいと思うのでと語った。佐藤輝に関しては、最初、ボール球ばっかり振っとったからな。強引に行かずにあの方向に打ったのが良かったんやないか。一番のバッティングやないかと語り。ホームランはそりゃ空気変わるし、なかなかホームランが出るピッチャーじゃないわけやから。佐藤輝のスリーラン、吠えました。その後の木浪の追加点も大きかった。岡本しっかりしろ。メジャーなんて鈴木や吉田でさえあの調子なのに、今の岡本が言ったところで無様な姿見せて不良再建になるだけだぞ。真中もあのバッティングは鳥肌ものだって言ってたみたいね。プロが見るとあれが一番なのか。正直、素人にはわからない。今日の試合見ればまだまだやれるよ。けど岡田の予定と逆の展開だったろうな。さすがに中野はもう変えた方がいいわ。島田セカンド守れるやろ。下から遠藤か高寺上げたらあかんのか。勝てて嬉しいけど中野くん、あそこで投げよ出すのも今年の岡田采配の極みどよな。今日は佐藤がついてる日だったな。何せ飛んできた打球がファールフライ一本だからな。試合後の整列の時、監督と佐伯くんが笑顔で話してるの見て涙出そうになった。佐伯も初回はバタバタしてたけど持ち直してその後は無失点。佐藤のホームランお見事だった。明日菅野を打てれば少なくとも CS でこの組み合わせは不可避なわけで先に繋がるな。ひょっとするかも。2アウト、ランナーなしからの大逆転。まさに奇跡的。関東でもテレビ放送してほしかった。阪神ファンからしたらお祭り騒ぎ、巨人ファンからしたら地獄へ、野球って面白い。